はい、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。ヤスでございます。白血病闘病生活の気晴らしにね、自宅動画を配信していきます。この動画でね、白血病がなってしまったたくさんの患者さん、そしてそのご家族、お友達が元気になってもらいますように頑張っていきます。そして皆さん、この動画配信のきっかけにですね、ぜひ献血骨髄バンクにご協力ください。皆様の血液が必要です。日本全国世界中で YouTube を見ている皆様、どうぞよろしくお願いいたします。はい、もうね、10月に入ってるんで、インフルエンザの、ね、予防接種も始まってるんですけども、もう皆さんね、実施できるんですけどね、僕は今年もできません。というかね、今シーズンもできません。それはね、免疫抑制剤をしてるからなんですよ。先週ね、その内科の通院でね、今シーズンはね、インフルエンザの予防接種ができるか否かっていうのをね、聞いたんですけども、やっぱりあかんとね、先生から言われましてね、まあ、現在ね、このステロイドやその免疫抑制剤服用中の患者さんっていうのはね、感染症が重症化するリスクが高いためですね、弱毒性ワクチンの接種は禁忌となっています。禁忌っていうのはね、知ってはいけないということなんですけども、まあ、分かりやすく言うとね、タブーってことですね。まあ、緩い感じで言うたらですね、まあ、やらん方がええねんっていうニュアンスなんですよ。というのもね、ちゃんと理由がありましてですね、このワクチンの予防接種はね、原則として健康な状態である人に行われるものでありますので、服薬中の患者さんへのね、予防接種はね、注意を要します。予防接種の可否はね、患者さんの病態や免疫系が正常に機能しているかどうかやね、薬剤が予防接種による細胞性免疫の成立やね、抗体生産に影響するかどうかが判断の基準となります。まあ、僕の受けたね、抗がん剤やね、骨髄移植のようなね、免疫抑制をね、もたらすね、治療を受けた場合のね、免疫機能の回復っていうのはですね、まあ、治療の内容とかね、原疾患の状態にね、異なりますけどもね、少なくとも3ヶ月から1年を要します。なので、治療が終了してから3ヶ月から1年っていうのは免疫力が回復しません、しないんですよ。まあ、しませんと言ったらね、言い方がね、過ぎるんですけどもね、完全に回復するのにはそれぐらいかかってしまうわけなんですよ。まあ、そんな状態のね、免疫不全とかね、免疫機能が低下してる人ではですね、まあ、特にまあ、ワクチンのね、接種はね、ワクチンウイルスのね、感染をこの増強してね、まあ、あるいはね、この持続させる可能性があるので、副腎皮質ステロイド、まあ、ステロイド剤とかね、免疫抑制剤とか抗悪性腫瘍薬とかね、そんなのね、服用中の患者さんなどにはね、まあ、特にね、長期あるいはね、大量投与してる人、まあ、僕みたいにね、長期大量投与してる人、それとかね、その放射線治療をしてる人とか、治療中の人とか、治療が終わってで6ヶ月以内の人とかっていうのも禁忌であるというね、ことなんです。でこれらの薬を使っている患者さんらっていうのはね、予防接種できないので、まあ、僕はね、もしね、免疫抑制剤が終わってもですね、6ヶ月以上経過しないと各予防接種はね、できません。もうね、恐怖しかありません、ほんまにね。で、ほんでね、そんな予防接種にね、使われるね、ワクチンなんですけどね、どうやって開発されてるか皆さん知ってますか？で、これにはですね、ワクチン株選定会議っていうのがあるんですけどもね、次のね、流行期にわたってですね、まあ、次流行る時期までにですね、この主流となるインフルエンザウイルスっていうのを予測して、ワクチンに使用するウイルス株っていうのを推奨する世界保健機構 WHO の専門家会議があるんですよ。で、この専門家会議の発表を受けて、国内外の流行状況などをもとにですね、ワクチンの製造に使うウイルス株っていうのを決定する各国の専門家会議なんです。で、日本では国立感染症研究所のね、インフルエンザワクチン株選定のための検討会議がこれに当たります。そのね、まあらかじめ入りそうなインフルエンザの方をね、その予想して作っておいて、それをみんなに予防に接種するから予防接種という名前なんでしょうね。でもね、その予想されて作られたワクチンがね、流行らずにね、別のインフルエンザウイルスが流行ってしまってで、それにかかってしまったら意味ないですよね。しかもこの10月1日からね、インフルエンザの予防接種が始まってますけどもね、病院の先生はね、11月に入ってから接種した方がいいと言ってました。これはなぜかと言いますとですね、流行ってくるのがね、11月中頃からなので、
摂取するのが早すぎると効き目がなくなってくると言ってたんですよ。なのでね、皆さん打つなら11月に入ってからがおすすめなので、11月に入ったらね、各医療機関近くの病院にね、予約するか、まあ、予約できるかをね、お問い合わせください。まあうちのね、子供らもね、奥さんもね、うちに行ってもらいますし、子供らに関してはね、きっと僕がね、連れていくことになりますのでね、もうね、めちゃねいつも大変なんですよ、毎年毎年。まあ次男は大丈夫なんですけどね、その長男がね、注射がめっちゃ嫌いなんでね、診察室でね、めっちゃ暴れるんです。それをね、僕と看護師さんでね、動きを止めないといけませんのでね、それが大変なんですよ。それでもね、頑張ってもらわんとね、かかられたらたまりませんし、何よりも子供自身がかわいそうなんでね、まあ何が何でもね、やってもらう予定です。とまあそんな感じでですね、インフルエンザ予防接種についてお話ししました。予防接種もね、大事なんでしょうけどね、まあ、家でできる手洗いうがいといったね、予防もね、皆さん引き続き行っていってくださいね。そんな感じで今日は以上です。最後まで見ていただきましてありがとうございました。この動画がいいと思いましたら、グッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。そしてね、この動画、このチャンネルがよりたくさんの方々に届きますことを願っております。本日もご視聴ありがとうございました。バイバイ。僕は元気です。